皆さんこんにちは坂村新民先生に手が欲しいという題の詩がございますご紹介します手が欲しい目の見えない子供の描いたお母さんという絵にはいくつもの手が描いてあった それを見た時私は千手観音様の実在をはっきりと知った。それ以来あの一本一本の手が生き生きと生きて見えるようになった。異様な恩姿が少しも異様でなく真実の恩姿に見えるようになった。ああ私も手が欲しい。 ベトナムパキスタンの子らのために。インドネパールの子らのために。という詩でございます。この詩は昭和50年に総統宗の州務長から発行された御仏は風のごとく,く、花のごとくという題の本がこうございます。 御仏は風のごとく、花のごとく随時、随所にその御声を見姿を表し、保うという詩の一節が題名にこうなっているのであります。私の手元にある本には、扉に市民先生が念ずれば花開くという時期、質、うん、のこの書が書いてくださっているものなのでこうございます。 白黒の仏像の写真があってその横に新民先生の詩があると総洞宗,宗のお寺の仏様に坂村新民先生がそれぞれ詩を書かれているというその中の本なのでこうございます。これは今は坂村新民全詩集の五冠に収められております。 まあこの本自体は残念ながらもう今は入手が困難であるのでございます。栃木県の永林寺という千手観音様に書かれた詩がこの「手が欲しい」という詩であります。千手観音様というと京都の清水,清水寺の御本山様は千手観音様でいらっしゃいます。それから有名なのは 奈良の東照大寺に千本の手が実際にこうあると言われている戦住観音様がこうございます。まあ、実際には九百何十何本らしいのでありますが、なぜこんなにたくさんの手があるのか、このたくさんの手というものは一体何を表しているのであろうか。まあ、これがあの新民先生も 長らく疑問に思っていたのでこうございましょうそれが今読みました詩にありますように「目の見えない子供がお母さん」という絵を描かれたと、まあ、これは森民先生はご自身この目をお患いまして、うん、一時期は失明をするかもしれないというような体験もなさっておられますので。 この点字点訳のボランティアなどもなさっておりましてそこでこの「目の見えない方とのこのご縁」というのがあったのでございます。そういうおそらくはそういう中で「目の見えない子どもがお母さんを書いたと」と、まあ、すると驚いたことにいくつもの手が書い,いていた書いてあった。 何本もの手が書いてあったと。まあ、それを見て清民先生は千手観音様というのが一体何を表しているのかが分かったというのでこうあります。えー、想像しますと我々は肉眼で肉眼で見ますから母親の姿というのは顔があって大体いい顔を描きます顔があって。 目があって鼻があって口があってとまあそうしてその横に2本の手をこうして描くかあるいは描かないという場合も多いと思いますだいたい顔を描くんでやりましょうでも目の見えない子供にとりましてお母さん母親というものは手なんですね。目が不自由なお子さんにでありますから お母さんがいつもご飯を食べさせてくれる。ご飯を食べる時にも手を添えてくれる。そのご飯を食べさせてくれる手。服を着替えるにしても必ずお母さんが手を差し伸べてくれる。着替えをさせてくれる手。それからどこへ行くにもお母さんが手を引いてくれる。その手を頼りに握って。 歩いていてくんでありますですからその子供にとってお母さんというのはまさしく手なんですね。ご飯を食べさせてくれる手着替えをしてくれる手どこ行くにもこの手を引いてくれるそのたくさんの手を書いてお母さんを表したのでありましょう。まさしくそれは千手観音様のようなこう姿。 にくしくもなったわけでありまし,ょうしかも千手観音様の千本の手にはそれぞれ目がついているのでありましてこれもお母様はいつも手を差し伸べてくれると同時にいつもその子供のことを見守ってくれているのであります。その子供に限ったことではありません私どもお互い 今日に至るまで、どれだけ多くの手を差し伸べてもらってきたことでありましょうか。母親の手だけでは当然ございません。一人では生きることはできませんでした。いろんな時にいろんな人が手を差し伸べてくれて、そのおかげで今私たちはこうして生きていられるのでありましょう。 その手を全部表そうとすればそれはきっと千本どころではないはずな,なのであります。そのようにしてこの私自身が実にたくさんの手を差し伸べてもらってきているのだとそのおかげでこうして今日や生きていられるのだと。 ということに気がついたならば坂村新民先生がああ私も手が欲しいとベトナムパキスタンの子らのためにイン,ドインドネパールの子らのためにっていうふうに歌っておりますように今度は自分が手を差し伸べてあげたいというふうに思うようになっていくのであります。観音様の お慈悲の心に触れるとこの自分も千寿観音様のような心を持っていこうというふうに思うのでこうございますインドパキスタンの子らのためにベトナムネパールの子らのために手を差し伸べたいと市民先生はこの詩で歌われたのでこうございます私たちが仏像を拝みます 観音様がお祭りしていれば観音様にこう手を合わせます。千手観音様がいらっしゃれば千手観音様にこう手を合わせます。そうすると安らぎを得ます。しかも今お話をしたように、ああ観音様はあの千本の手で私たちに手を差し伸べてくださっている。あの千の眼で私たちを見守ってくださっていると。 という観音様の深いお慈悲の心に気がつくことがこうできます。安らかな心を得て、するとお慈悲の心に気がつく。すると今度はそれで終わるのではなくして、私自身もその慈悲の心を持って何か人にはしてあげたい。何か困っている人がいれば、 私も手を差し伸べてあげたいと慈悲の心を持って思いやりの心を持って人に接していきたいとそう思うのであります。まさしくその時の心が観音様の心なのであります。ですから拝みますと観音様は最初向こうでいらっしゃいます。でもその安らかな観音様の像に手を合わしていると。 観音様のお慈悲の心に触れて、私自身の、私自身に同じ慈悲の心が湧いてきて、その人自身が観音様の心にこうなっていくと。このことが仏様を拝むということの一番の功読ということができます。ご清聴ありがとうございます。